目障りっていう大きな女の人いたでしょって、ああ石井さんね、自分が目立っているんだっていうことをもうちょっと意識しないといけません、あなたは無意識過剰ですって言われて、映画監督ってすごいですね、人の観察に最適な言葉で表現しますよ、あなたは女優業はできませんって言われます西島さんに、石井さん変わってますねあなたって言われて、他を超えてというのは猪瀬さんの回ですで、共演されてたって本当ですかね。まあ、伊丹十三さんというところで私は通訳の仕事をしてました。伊丹監督がアメリカからたくさん、カメラスタッフだとか呼んできて特殊撮影というのをやったんですね。で、終わりました。で、私は次の通訳の仕事をしてたら電話がかかってきたって、で遊びにいらっしゃいと、監督がお会いしたいって言ってますって言うから、どうもありがとうございました、お世話になりました、それじゃ失礼しますみたいに帰ろうとしたら、まあ、ちょっと座っていきませんかっていう、最初からオーディションだなんだじゃなかったんですよね、仕事です、うん、で全部後から聞いた話ですけども、まあ伊丹十三さんっていうのはすごい監督さんだったんですよ。だからたくさん女優さん知ってて、本当に毎日スカウトたくさん来て出したのは見たことあるんですけれども、次のアゲマンという台本を彼は自分で書くんですが、あの監督さんの台本を、その時のモデルさん、どういうモデルかというと、大女でドタドタしてて、歩き方からしてまどろっこしいと、名前すら覚えてなかったんですか、あの通訳の中で一人やると、もう目障りなんだけどお前が通ると、目障りっていう大きな女の人いたでしょって、ああ石井さんねっていう話から始まったらしいんです。目障りで大女でもほんと鼻持ちなんだよ本当にもうっていう、そういうのを映画に置きたいんだと、それにハマったわけです私。それで映画に出てベッドシーンまでやるっていうのは、これ一本だけでと思ったから、石井光子とも出てないんです、字幕にアルファベットで MITSUKO って書いてあるだけなんです。そのくらいやる気なかったんです。よくこの女優になったきっかけはって今までずっと聞かれてきて、本当のことを話すと作り話だと思われるんですよ。ショックでしたね。あまりこういうラッキーな話って話さない方がいいのかなと、自慢話みたいになってしまうので、もう話さないって決めたこともありました。でもこれ本当の話で、監督が上手かったら本当にあの素人の私をあの役にポンと置いたら、これはまるわなと思ったらしいんですよ。演技っていうのはだん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 上手になってくるんですね。映画監督の人たちっていうのは、その女優さんがどんな演技をするか台本で分かっちゃうんですって。例えば何々何子さんがどんな演技をするか、監督はもう台本渡した時点で分かっちゃうとつまんないんですって。私なんか何するか分かんないっていう、そうすると何するか分かんないがカメラに映ると新しい発見があるんです。私伊丹十三さんっていう監督に、その目障りで目立つっていう以外にもう一つ言われたのがあるんですね。女優さんっていうのは自意識過剰 がほとんどなんですよね。石井さんはそのとにかく目立つわけですが、それを自分は目立っているんだっていうことをもうちょっと意識しないといけません。あなたは無意識過剰ですって言われて、撮影場の中にまあ、食堂みたいなレストランがあるわけです。でそこでサンダル のかかとが剥がれちゃったんで、食事の横でアロンアルフをやりながらビューって寄ってたんです。今食べたものの横で、靴のかかとアロンアルファでくっつくまでこうやってやってるっていうのを周りが見ないと思ってますかって監督に怒られて、すいませんって言ったら、あなたはね無意識過剰って言われて、監督まで見ててくれたんだ、あなたが何しているかってことをみんなが見るんだから、それで批判されますよって言われて、ずいぶん生きてる間のアドバイスになる言葉が、映画監督っていうのはすごいですね、人の観察が。最適な言葉で表現しますよね。だらだら喋んないで。無意識過剰。あなたは女優業はできませんって言われました。あ、どうしようどうしようと思って、私はこれからどうしたらいいんでしょうかね、なんて聞いたこともありまして。2008年の丘を越えてという猪瀬さんの回でしたね。
で共演されてたって本当ですか？猪瀬直樹さんって今維新の参議院議員の偉いポストにいらっしゃって、もっと東京都知事の人ですよね。でこの方が、丘を越えて、は監督は別だと思ったんですけど、これは菊池寛の話なんですよ。西田敏行さんがやったんです。そっくりな顔になって、菊池寛と話をするワンシーンをどうしても猪瀬さんが撮りたいって言って、あ、ヒッチコックみたいにちょっと自分が出るっていうのがあるじゃない、あれをやりたかったんだと思うんですけど、もう猪瀬さん大丈夫ですか、みんな押し押しになっちゃって、時間もうみんな待ってますから早く終わってくださいみたいな、この人は役者はできないなと思いましたけどね。でも猪瀬さんと西島くんはこれで2回共演したのかな。西島さんに、石井さん変わってますねあなたって言われる。私西島さんに言われたら終わりだよって言われましたけど、ちょっと変わってるんでしょうね私ね。猪瀬さんと共演した時に、この維新で再会した時はどう思いますか？2022年の参院選の全国比例代表だから猪瀬さんライバルなんですよ。だから東京維新の人たちが猪瀬さんを応援するとなって、私と一緒に箱物の中で話すってことになって、猪瀬さん私とこんなところでライバルになると想像してらっしゃいましたか、丘を越えてでは原作者と女優の関係だったのにねって言ったのを覚えてますね。目障りで目立つというところを利用してガーンと一発いったのを覚えてますね。猪瀬さんは覚えてらっしゃる？でももちろんもちろん覚えてますよ。猪瀬さんっていうのはもう例えば朝まで生テレビとかそういうのも私が出てた時から知ってますよね。一緒に共演したことがありました、朝まで生テレビとか、それこそテレビタックルでも猪瀬さん出てらっしゃった、ね、その時猪瀬直樹さんですとかいう感じで喋ってたわけだから、ね、今でも猪瀬さん3人で一緒ですよ。まあね、いくつになられたのかな、まだ元気だからやられるんだと思うな。私へのお悩みをこちらまで、どんなことでも結構ですからお送りください。待ってます。私は出産費用を無償化にしたいです。女性が一人でも子育てができる、そういう国にしたいです。新しい社会に沿った新しい政治を維新はやる。次の時代。